そしてその身長を生かすのはこのお宅、林智明、です。皆さん、今週末、来週の日曜日、10月の31日、衆議院選挙の投開票日です。このお宅、東京4区からは林智明が立候補しておりますので、ぜひ皆様のお力、お貸しいただきますよう、よろしくお願いいたします。私たち日本維新の会は、今の政権与党、自民党に対して、正面から提案をし、政策議論を挑んでいく、足を引っ張り上げる党ではありません。今の日本の問題、これは奴らにも大きな責任であります。もちろん今の自民党政権、民主の30年間大部分を担ってきました。増税に続く増税、官僚指導、政治指導の社会を強化していました。ただどうでしょう、今回の岸田新政権も金融資産課税の話がありました。そして岸田新政権、樹立と同時に日経平均株価は両方連続下落をしたんです。これは今の日本社会に期待をしていない海外の機関投資が日本のマーケットから国外に逃げていきました。岸田新政権の増税発言、どうでしょう皆さん。平成の30年間、消費税が統一をされてから、設立をされてから、消費税がどんどん上がってきました。2年前には消費税 10%、そして軽減税率も導入をされました。なぜ 10%、8%、ここまで変わらないのに、軽減税率が導入をされたのか。それは間違いなく、さらに増税をしていく準備だとも言われています。私たち日本維新の会は、今増税ありきの今の政治、変えていかなければいけない。岸田新政権、成長の分配と言いました。ただ果たして分配をする財源はどこにあるのか。これは増税なんです。私たち日本維新の会、国民の皆さんを信じ、民間企業を信じ、消費税を減税、法人税を減税、不労の減税を行い、民間企業、国民の皆さんの可能性に信じる、これは私たち日本維新の会の政策であります。今回の衆議院選挙でも徹底的にこの経済対策、しっかりと責任を問う自民党と対案を出し、そして議論を進めてまいりたいと思います。このお宅、東京4区から立候補いたしましたのは、日本維新の会衆議院候補の林智明、本人はあちら3回に周知しっかり出してみて、皆様に一つ一つチラシを私はお越しいただいております。私は本日応援に駆けつけました、東京都議会議員の松田隆介と申します。私たち日本維新の会、まだまだ小さな政党であります。ただよろしくと政治を変えていく転換期となる選挙にしなければいけないと思っています。衆議院選挙も3日目を迎えました。次の日曜日、10月の31日投開票日、日本維新の会、林智明に皆様のご支援変わりますよう、よろしくお願いいたします。私たち日本維新の会は、今、経済対策、積極的な財政出動を必要かつです。この手ぶれの世界、経済の時代にコロナもありまして、日本経済を大きく低迷をしました。だからこそ、積極財政出動を行い、国民の皆さんの生活を支えていく、地域の経済を支えていく、今、政治はやっていかなければいけません。ただどうでしょう、この日本は、ちまちました経済対策、10万円皆さんにお配りをして、これっきり何もしない、これが今の日本なんです。アメリカでは、国民生活給付金、同じような制度が計3度、10万円以上の金額、国民の皆さんに渡されました。短期集中で、しっかりとお金をかけ、経済対策、経済の再スタートを切る、このような政策が、この日本にも必要だと言われています。私たち日本維新の会、消費税を減税、法人税を減税、しっかりとフローの再現税を払い、日本経済を再生産させる、そしてやはりアベノミクス、一番の問題は、規制緩和を行えなかった、アベノミクス、3本目の矢は放たれなかったんです、そして岸田政権もさまざまな規制緩和をありました、ただ実際には、気がらみなら今の自民党、何々業界、何々組合と調整をしなければいけない。ただそれでは、この日本、改革は進んでいかないんです。今、変わらなければいけないのは皆さんではありません。変わる必要があるのは、今の政治、政治から変わっていかなければ、この日本は前には進んでいきません。日本維新の会、衆議院候補、林智明、
海外の先頭に立ち、今の停滞した日本経済再浮上させる、このためには間違いなく規制緩和改革が必要なんです。本人はスーツ姿緑のたすき、スーツ姿に緑のたすきをかけまして、この第2週に広場エスカレーター下にて皆様に直接チラシ制作チラシを渡しをさせていただいております。私は本日で日本維新の会衆議院候補の林智明の応援に先に来ました。東京都議会議員の松田龍介と申します。ぜひお時間ない方、チラシだけでも結構です。日本維新の会衆議院候補の林智明の手チラシだけでもお待ちいただければと思います。まだまだ小さな政党です。ただそれも今誰かが今の政治間違っているよね、触らなければいけないよね、声を上げていかなければいけないと思っています。今の人権政治、癒着政治、一部の業界団体のために働いている、果たしていつまでこのような政治、この令和の時代に行っているのか、ありがとうございます。私たち日本維新の会、一丸となる有志の政党、そして今政治には改革が必要なんです。救済税として今の政治、変わっていかなければいけません。